ニュージャパンカップトーナメント2018準決勝戦、ザック・セイバー・ジュニア対真田、勝つのは誰ですか？優勝するのは誰ですか？ニュージャパンカップ優勝するのは、いつ何時どんな体勢でも関節技サブミッションホールドが決めれるこの男、無限のサブミッションホールドを持つこの男、1回戦内藤哲也、2回戦いぶしこうたに勝ったこの男、ヒーエーサブミッションマスター、ヒーエー ZSJ、 ヒーエーザセイバー。ザックの前に立ちはだかるやつは皆ギブアップあるのみ、ジャスタンアウト。それでは準決勝始めましょうか。